ちょっとぶり。今回も、剣士、実況していきたいと思います。前回は、砂漠をさまよい歩き、世界の果てを越え、辺境の村までたどり着いたところまで。仲間を3人加え、信成軍団は7人と2匹まで増強されました。今回はさらに仲間を増やしていく予定のわず。だったんだけど、想定外のことが起きて予定が大幅に狂っちゃったんだよね。それがどうしたの？いつものオプランが平常運転じゃん。まあ。そうなんだけどさ。じゃあ、今回も想定内の想定外をご覧くださいな。というわけで、恒例の解明報告会。今回は身人と多いので大変悩みましたが、まず、ハイブのスキナーは農業面、内政面に伸びることを期待して、春長剣、に。エンジニアのフェックは鍵屋になってほしいと、山頂、に。シェクのユルゲンは、鬼つながりで、鬼ゲンパ、に。この身人が解明、信成軍団として活躍することを期待したいと思います。ここで、辺境の村を後にし、信成、五郎座、鬼武蔵の精鋭3名で危険地帯に突入。危険な場所にあえて踏み込むなんて、何があるの？この先に、スケルトンという種族、がいて、仲間になってくれるんだよ、ただで。ただ、それはいい、ぜひ仲間にしないと。そう、なので危険を承知で突入するよ。危険地帯を抜けて、目的地にたどり着いた瞬間、目的の人物が鉄雲という強敵に突入していくのが。勝てるの。まず無理だね。攻撃が早くて、反撃のいとまがない。なんとか、信成だけ逃げ延びることができたよ。なんて強敵。あいつに勝てるようになることはあるのかな。努力はするよ。で、目的の人物よりも五郎座と鬼武蔵を回復させて退避させて。スケルトンの持ち物、スケルトン応急処置セットを拝借して。倒れてるスケルトンを修理していくよ。あ、スケルトンは普通の応急セットじゃダメなんだ。そうなのよ、これが信成軍団の財政を逼迫させることになるなんてね。無事修理を終え、バーンと名乗るスケルトンと会話していく。まだ、旅を出ることを望む引退したバーンを仲間に。でも、ここから辺境の村まで戻るのって。それはそれで一苦労だけど。いろいろあり、無事ハブまで帰還したよ。は、いろいろではしょりすぎ。いろいろあったんだよ。バーンを加えたおかげで、ホーリーネーションに追いかけ回されつつ、リアル時間で2時間の逃避行の末、ハブまで帰り着いたんだよ。もうどこから突っ込んでいいのやら。とにかく、スケルトンは思いのほか嫌われてるってことだけは分かったよ。で、ハブに戻り、まずしようと思っているのは仮拠点の設営。なんか戦ってるけど、ま、勝てそうだからいいか。現状、正規兵以外には負けないくらい強くはなっているよ。で、これからしていこうと思うのは、ハブの廃墟を購入して、街中の安全な拠点の確保。廃墟買う。このゲームは街中に売りに出されてる家を買うことができるんだよ。買えるのは知ってたけど、買い方がわからなくてね。わかったのは4話くらいなんだけどさ。それって遠征出発後じゃん。そう、遠征先で拠点構えても意味ないから、ハブに戻ってからと思ってたのよ。で、この崩れた建物みたいなのを買えるのよ。こんな廃墟買っても。大丈夫、資材は使うけど直すことができるから。ああ、それでエンジニアが欲しかったんだ。そうそう、で、小さい家なら5000円、高いので1万、2000円くらいするから。大は小を兼ねるってことで、元警察署の建物を買って直していくよ。これでこの建物は信成軍団のもの。でも、直すのが大変なくらい壊れてるな。うわぁ、建設資材24個も使うのか。そんなに持ってるの。大丈夫、行く街であるだけ買ってはいたから。ただ、今後に問題が出そうな数だなぁ。修理完了。おお、
ちんとした建物になった。入り口の木が邪魔だけど、ま、我慢しましょ。で、早速室内に研究台を設置していくよ。研究台？この建物買ったのはこの研究台を置くためと緊急時に逃げるため。研究台はいいとしても、緊急時って？それは後々わかるよ。で、研究台を建設してー。完成。研究はバーンに任せてー。で、他のメンバーは今後のためにハブの外にも外用の仮拠点を設営。のための鉄鉱石精錬機と小屋を建設していくよ。なんか、本格的なような。面倒くさくなって仮がなくならないように気をつけるよ。無事小屋と鉄鉱石精錬機が出来上がり、鉄鉱石と鉄板を入れる容器を作り、鉄鉱石を掘り出すとともに、鉄鉱石を鉄板に加工していくよ。ハブの周りだけあって、鉄や銅は豊富だから、練習にはちょうどいいのかな。かもねー、ここからは少し内製のターン。鉄鋼掘って鉄板に加工してる間に、初期の研究台での研究限界に達し、研究台2を作成。あのさ、合間合間に戦闘あるけど、ベッド作れないの？それがね、今作った研究台2じゃなきゃ研究できないのよ。ああ、それで無理やりやってる感じだったんだ。そうそう、さらに小屋より上の家を建てて、外と中にベッドを設置しておきたいとは思ってるんだけどね。夜間でも作業効率が落ちないよう松明を設置して。どんなブラック企業よ。ブラック軍団だけどねー。で、建設資材がいらないかと思うきや、かなり使いそうなのでまずは石鉱山通を。建てたいけど、思いのほかいい場所がなく。石材 50% のところで妥協。へえ、今までは地面に出てる資材を掘るばかりだけど、こういうのを設置することもできるんだ。さらに、鉱山とかは研究にてレベルアップして、効率がどんどん上がってくから、研究をおろそかにできないのよ。で、通りすがりの生肉をゲットしたので、調理するためのコンロを設置するも、電力が必要と言われたので、風力発電を建設開始。なんか、今までの殺伐とした感じから、いきなり村作りみたいな感じになった。これがこのゲームの面白さかなー。でまだ初拠点なんだけどね。いろいろできること考えると、今からいろいろ考えちゃいそう。私の悪い癖の、必要なものを必要な時適当に作ってくのが出なきゃいいけどねー。いや、生肉調理したくてコンロ作って、電気必要で風力発電作ってる時点でもう場当たり的な感じが。場当たり的な行動を控えたいなー、と思いつつ場当たりを繰り返していくわずー。うわ。反省なしか。反省なんてしてたら、もっと村作りをいつもしてるよー。と、話してるうちに風力発電が完成。今度は石鉱山の隣に石置き場を作り、その隣に石材加工機を設置。石材加工機ができたので、裏に建設資材入れを作成。なんか、順調な感じ。通りすがりの盗賊とか野党に襲われてるけど、現状問題ないからねー。さて、一通りできたから、次は一回り大きな家を建てて、ベッドを置きたいなー。そして、大きい家を作ろうとしていた矢先、拠点兵の襲撃を受ける。拠点兵の襲撃、そんなのあるの？うん、それがこの世界の拠点作りの難易度を上げてると言っても過言じゃないね。拠点を作ると定期的に敵が襲撃してくるんだよ。それを撃退しなきゃ。ゆっくり村作りができるわけじゃないのか。そう、で、今できたての信成軍団仮拠点に、バンド、オブ、ボーンズというのが攻撃を仕掛けてきたんだよ。信成は何をしてるの？他のみんなは？他のみんなはハブ内の仮拠点に退避済み。信成は、偵察中かなー。もうじき襲撃が終わると思うから、終わるのを待ってる感じかな。と思ったけど、襲撃相手に何もせず返すのもなおれ、遠距離射撃で嫌がらせをするよ。お、当たった。
狙うと反応するのか。結構いいダメージが出てる気がするな。飢えた野党が通りすがったけど、戦わないかなぁ。争えば漁夫の利ができそうな感じだけど。うわ、何事もなく通過していったよ。敵対関係にはないようだね。あ、一人倒したタイミングで襲撃終了した。一応、被害はなさそうだし。そのまま帰ってもらう感じ。いやいや、作業を停滞させたお礼はしないと。なかなか狙うのうまくいかない。下手くそがバレるな。うわ、一人狙ったら、後ろの集団が。このまま逃げ撃ちして。って、追いかけてこない?撤退命令に忠実なのか、そうじゃないのか。というわけで、後方集団と主力が完全に分離したので、軍団に出撃命令。お、そう反抗か。兵力が互角なら負ける気がしないからね。さあ、戦闘突入。遠距離の名手になりつつある信成と春長剣の援護射撃を受けつつ、前衛が切り込む。いい勝負してる感じがする。辺境の村からハブに帰ってくるまで、激しい戦いを乗り切ったからね。撃破成功。負傷者はいるけど、ダウン者はなしか。みんな結構強くなってきたなぁ。初襲撃を、一応撃退したところで今回はここまで。まだまだ仮拠点は建設途上だけど、順調な感じ。建設系はいいけど、そろそろ食料の自給自足も考えていかなきゃないんじゃない?それは次の課題かな。今は資材の生産をメインにしちゃった感があるからね。じゃあ、次回はさらなる仮拠点の発展と農園作成をしていくというところで、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。